夢叶えるプロジェクトとは、ミュージシャン、作曲家、ダンサー、クリエイターなど夢を叶えたい人と、 YouTuber、サポーターなど夢を応援したい人が集まり、発信し交流し応援し合う社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべく応援していくのがこの番組。先生の夢かなラジオ。こんばんは、ターナーこと田中直人です。全国のコミュニティ FM を結んでお送りするターナー先生の夢かなラジオ。この番組はボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団の私ターナーと、夢かなえるで夢を叶えるために頑張っている素敵な仲間たちでお届けする、みんなの夢を応援し交流する社会貢献ラジオです。今日も始まりました。そして本日はこの方と一緒にお送りしていきます。皆さんこんばんは、夢叶える事務局の南です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、なんか南ちゃんいつも笑顔でめっちゃ楽しそうに働いてるんですけど、どんなお仕事が夢叶えるでは楽しいですか？はい、いや、ありがとうございます。おかげさまでと言いますか、このラジオに来させていただいてるのも、あの、毎回とっても楽しくて笑顔になってしまっているんですが、と夢叶えるのプロジェクトの中にですね、ミュージックビデオコンテストというものがありまして、でそれのコンテストの期間には、すごい、もう日本全国から200から300本のミュージックビデオが集まるんですけれども、その作品たちをですね、まあ、スタッフ側として見させていただく時に、本当にこう、まあ、新たな出会いといいますか、こういろんな色を持ったアーティストさんたちが本当にたくさん集まってくるので、ここにいなければ出会えなかったのかもしれないなみたいな、こう輝く才能たちと出会える時に本当に楽しいなと思って、あの、事務局でも多分一人で笑顔で、あの、仕事をしているかなと思います。でそこで見た、こう自分のいいなって思ったアーティストさんだったりとかを、こう実際にその後に行われるライブイベントとかで、こう生で見ることができたりもしてですね、もうその時は本当にもう、あの、顔面だけじゃなくて、もう体全体動かして楽しんじゃっております。すごく楽しいお仕事をさせていただいてるなと思って、ありがとうございます。はい、本当ね、夢叶えるスタッフみんないい子たちでね、みんなすごい音楽大好きで、だからなんかそういうね、アーティストやサポーターが集まっていて本当に素敵だと思います。そんなミュージックビデオやアーティストの情報は、ぜひ夢叶える公式ホームページや SNS をチェックしてください。さあ、この後は夢叶えるで夢を叶えるために頑張っている素敵な仲間を紹介します。今日はどんなアーティストが登場するんでしょうか。お楽しみに。ターナー先生の夢叶ラジオ。ボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団の私ターナーが、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしているターナー先生の夢叶ラジオ。今週は夢叶える事務局の南さんと一緒にお送りしています。改めてよろしくお願いします。さあ、今週も夢叶えるの素敵な仲間、夢叶えるフレンズに登場してもらいましょう。この方々です。皆さんこんばんは、超フリットの音楽プロデューサー元井です。皆さんこんばんは、超フリットのアートディレクター大月理子です。よろしくお願いします。超フリットっていうのはクリエイティブチームだそうですね。これはどういうことなんでしょうか？音楽を基本的にいつも元井が作っているんですけども、はい、MV を精力的に作っていくにあたって、うんうん、あの、カメラのリュウちゃんっていうやつがいたりとか、はい、一緒に曲を作る、ミックスをするエンジニアの仲間がいっぱいいたりするんですけども、うんうん、その曲ごとによって次はこういうメンバーでやろうっていう形で、毎回都度声をかけて作っていってるチームですね。いやー、すごいですね。その元井さんと理子さん含めチームメンバー他にもいらっしゃるんですか？そうですね、あの、決まって誰々っていうのは結構少ないんですけども、うんうんうん、はい、曲ごとによって、プロジェクトごとによって、だいたい 7,8 人とかが結構バラバラで参加するっていうことが多かったですね。それみんなが超フリットっていう、まあ、一応こうプロジェクト名というかになるっていう感じなんですね。はい、そうですね。そこであと、あの、参加で個人の名義を入れたりとか、はい、基本超フリットの中で YouTube チャンネルで出したりはするんですけども。あ、はい、この超フリットっていうのはこうどういうお名前の由来みたいなのあるんですか？基本的に調布っていう街で東京で活動していて、はい、おー、はい、リットは語呂で、もともと、はい、あった言葉を
使った、まあ、身内ネタみたいな感じなんですけど、ああ、はい、いいですね。それでつけました。いろんなメンバーがいるということなんですが、アートディレクターの大月理子さんはどんな役割なんでしょうか。はい、私はですね、超フリットの、MV を実際に監督したりだとか、うんうん、あとは、元井が監督する作品でも私がちょっと助言をしたりだとか、あとはアートワークの相談に乗ったりとか、そういう仕事をしています。南さんはこの超フリットについてはどんな印象ですか。はい、この調布立東さんがですね、調布から日本を元気にする音と映像を量産していくっていう活動されてると思うんですが、とミュージックビデオコンテストボリューム2でですね、新たダンススクール賞を受賞されていますよね。はい、で本当にそれからずっと頭に残っているというか一度見たら、ああのショーフリットさんねみたいな、本当にとってもいい意味なんですけれども、こう一気に馴染み深くなると言いますか、そんな感じがしてですね、はい、なんかこうまさにその元気にっていう空気感で一瞬で親しみを持たせて人の心を掴んでしまうセンスのあるチームだなと思います。ありがとうございます。でガムシャライブにも実際にご出演いただいて、その生のステージで本当にそのパワーを見せてくださいました。それでは早速超フリットの曲聴いてみたいと思います。どの曲がいいでしょうか。はい、ミュージックビデオコンテストで受賞させていただいた On the Way Home という曲なんですけども、この曲は僕と大月理子をつないでくれたチオンっていうミュージカル俳優やってるラッパーのとっても才能ある男と、あといつも音楽一緒に作って切磋琢磨してるジャシャ WK っていう、この二人と元井で一緒にラップをして作った曲になります。それでは聴いてください。 On the Way Home。 寄り道して喧嘩でも止めに、説教はスパイスちょっぴり多めに、どんべり飲んだりのんびりしてるよ。ちょっと休憩。道臭くて寝て牛になった。 Hey、 アイス起こしてから出航、ナンパで荷物変えられっ go、 でも上等自転が相当面白くなる、トントン拍子じゃつまんねえ、いつまんで卵焼きちょいとつまんねえ。 On my way home、 どしゃぶり、寝よっかな。星降る夜に目を閉じてゲップアップ、数えた羊たちとさ、ジャンパーボーイ、パジャマのままでも何遍もレッツゴー、 Let's go、 どこまで行こう。 3, 2, 1, yeah! いつも頑張ってるね君、適度にサボっても時にはいいね、昼まで寝ちゃって一日無駄ね、笑ってもらおうぜ。なのにフライパンは食べれない、メロンパンにメロンは入ってないって、マジ？やられた。 On the way home、帰りは怖い、腹すぎて吐き出す、後悔先立たず、 I need a drink、 yeah、 うるおしい、 yeah、 喉元すぎれば辛さ忘れる、 Let's go home、 どうしよう。お届けしましたのは超フリット On the Way Home。
いやめっちゃ踊りたくなりますね。南さんどうでしょうか。いや本当になんかこうゆるい感じなんですけど、うんうん、こうダベッとしてないというかちゃんとポップさがあって、うん、もうなんかなんていうんですかね、そのどちらもがあってこう聞いてるだけで体が弾んじゃうと言いますか、はい、まさに踊り出したくなるような曲だと思います。でこれ映像の中で実際に3名の出演者の方が踊り出してるんですけど、はい、こうなんか物語の中で急にダンスが始まるみたいな、それがまあちょっとシュールでもあるんですけどこう何とも言えないですよね。すごい可愛いなと思います。はい、はい、この楽曲もそうですけど、チョーフリットのねミュージックビデオ作品を見るとポップで楽しいダンスをされているものが多いように感じました。このダンスシーンなどはチームの皆さんで考えられてるんですか。そうですね、まあ、その場であのダンスに関しては、うん、オンザウェイホームのダンスに関してはもうこうやってみようってその場で出たアイデアでだったんですけど、楽しいなって言ってこの頃は楽しく元気にやってましたね。いやいいですね、はい。さあ今週は東京都調布市から日本が元気になる音と映像を量産するクリエイティブチーム調布リットの元井さんと大月理子さんをゲストにお招きしています。調布リットはクリエイティブチームということですが、どのように生まれたんでしょうか。もともと元井は結構いろいろ、はい、思いついたこれをやりたいって思ったことはバーってやったりとか、うん、すごい、はい、ちっちゃい頃からしてたんですけど、いいですね、はい、それで YouTube で曲を作ったりとかもしてたんですけど、うん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 、それでチョフリットっていう名前で始めたのはぬるっと始めたんですけども、はい、一個やっぱ大きかったのはそのさっきオンザウェイホームっていう曲でラップで一緒に入ってたチヨンっていうやつが、うんうん、ミュージカルのチームがあるから紹介するっていうので、はい、それでこの大月リコと最初あったんですけども、なるほど、はい、でミュージカル作品ミュージカルクリップっていう20分ぐらいの音楽とセリフもあった作品を作るっていうのがきっかけで今の体制ができて、うん、そうなんです。私大月リコはもともと、まあ、ミュージカル作品を中心とした、まあ、演劇ユニットみたいなものを組んでいて、で、まあ、そこで演出をしてたんですけれども、うんうん、で、まあ、それこそさっき紹介があったチヨン君がよく私の作品に出演してくれていて、うんうん、でそんな彼が私と元ヨトとつなぎ合わせてくれたっていうので、うん、作品ができました。でそこから結構お互いの創作に対する考え方とかがあって、あ、じゃあちょっと一緒にこれからもやってみようよみたいな感じで、うん、今の形が出来上がってます。なるほど。いつもはどんな活動されてるんですか。なので音楽活動、家でパソコンの前で打ち込んでバーって作ってるのももちろんですし、うん、もちろんそれだけでは食べていけないのでいろんなとこで働いたり普通にしてるんですけども、そこで得たエネルギーとか気づいた理不尽とかをエネルギーに変えて音にしてますね、うん、普段は。やっぱり働くのも東京都調布市ということで、働くのはもういろんなところに、あ、いろんな場所に、はい、なるほどなるほど。リコさんはどうですか。あ、私ですか、はい、私はですね、それこそ普通に舞台作品の構想を考えたり、はい、まあ、年に1回以上は一応作品を作るようにしてて、あとはそれ以外の時間は結構超フリットと、うん、次どんなものを面白いものを作ろうかみたいな感じで話していることが多いですね。結構あれですか、調布に結構面白い人が集まってるっていう感じなんですかね。確かにそうですね、気づいたら僕の周りはすごいたくさん楽しい仲間に囲まれて幸せです多分今全国放送なんで調布、東京都調布知らない人もいるかもしれないんですけど、はい、まあ、どんな街かっていうのをちょっと教えてもらってもいいですか。僕がいつでもおりますので調布に行けば元井さんと会える、はい、会えます。あと調布クロスっていう最高のライブハウスに結構出てるので遊びにいつでも本当に来てください。お待ちしてます。大月理子さんにも会えますか。呼びます行きます大月理子さんはその年1回 その舞台っていうのは別に調布でやってるとかそういうことではないんですか。あ、そうですね、調布ではやってないんですけど。あ、そうですか。もう完全に調布はもうこの調布リットっていうチームきっかけで結構足を運ぶようになりました。あ、いい街ですよね。そうですね、もうすっかりホームっていう感じです、はい、あ、もうホームになったんですね、はい、いいですね
そんな超フリットですが、夢叶えるプロジェクトについてはどのように知ったんでしょうか。夢叶えるはあのマネージャーやってるセイナっていうあの人間がいるんですけども、はい、彼女がある日突然こんなのあるけどやってみたら絶対応募した方がいいよって言われて、はい、ああいいよって言ってそれで応募させていただいたんですけども、まさかこんなことになって、はい、あのさせていただけるとはっていう感じで、あれ出してなかったらと思うとゾッとしますね。お、はい、うん、夢叶えるプロジェクトに登録してみて何か変化ありましたか。これに出てることですかね、やっぱりあ本当にありがたいです、はい、いやそうですよね、ラジオに出れる機会って、はい、なかなかないですよね。そうですね、ちょっと今まではもちろんなかったのですごい楽しいですなんかすごい似合ってるっていうか、このなんかこう元気とかパワーとか、元井さんラジオやった方がいいんじゃないですか。お、じゃあお願いしますなんか常にこう、はい、もうマイクに声がはうってるっていうか、すごいパワーですもんね。いや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 。そしてその超フリットの音楽プロデューサーの元井さんですが、今後は個人名義の活動もしていくそうですね。はい、そうですね、実はあの今まではこういうの面白いかなと思って作ってやっていったり、うんうん、アイデアとかそのデザイン的な、もっとこうやったらみんな人気出るかなとかをちょっと余計に考えてやってたことが多かったなと思って、はい、ちょっとそれを見つめ直すきっかけが今年の最初にあったんですけど、うんうん、今はなんかこういうのが面白いかなっていう、誰の何でもない発想っていうよりも、なんだろう、自己表現っていうところにすごいフォーカスして、なんか変わったというよりは小学生の頃に戻ったようなピュアな感覚で取り組んでいるのが個人で制作しているものになりますね。今個人名義のアルバムも制作しているそうですね。はい、今年の秋ぐらいにはもう出そうと思ってるんですけど、ぜひみんな出たら聞いてくださいぜひともお聞かせてください。リコさんは元井さんの個人活動についてはどう思いますか。そうですね、私自身も結構あの最近ピュアな作品を作ろうっていうのを意識してたところだったので、なんかすごいリンクしたなっていう感じもあったし、うんうんうん、それこそ私は結構元井のことを尊敬してるので人間的にそんな彼のなんかハートがこもった作品をみんなに届けられるっていうのはいいことだなと思いました。いや素敵な意見ありがとうございますそしてここでもう一曲お送りしたいんですが、どの曲がよろしいでしょうか。はい、この曲は僕があのちょっと落ち込んでる時に友達の家に行った時に、その時作ってた曲聴かせた時にちょっと共感できないからもっと思ったことを歌にしてみろよって言われて、その次の2日間でガーッと吐き出すように作った曲で、今素直に曲作りをしようと思ったきっかけになった曲です。それじゃあ聴いてください。元井でそれでもいいよ。ろれつが回らなくなって、どうにも疲れ果てた頃にそっとしといてほしいのはわがまますぎるかな。足取りが重たくなって歩き方も情けない日にそこで待っていてほしいのはわがまますぎるかな。不意にこらえきれなくなって目が潤んじゃうような時に迎えに来てほしいのはわがまますぎる。
ってもバッチガイだ。フィットなんかしないよ。あ、何かの勘違いだ。きっとひどいシナリオ。悩み事がなさそう。いろいろとガサッソ。あっそ、反論などしないでよ。こう今んとこバランスがうまく取れなくて、触れるもの全部壊しちゃう時に抱きしめて欲しいのは、わがまますぎる気もするけど、それでもいい。それでもいい。お届けしましたのはもとい、それでもいいよ。いや、それでもいいよっていう感じです。南さんどうでしょういや本当に先ほどお話に上がっていたように、本当にこれまでの作品と全く違っているというか、一転した魅力というか、こうそのままの曲ってそのままなんだから簡単なのかっていうと、そうじゃなくて、本当に自分にまっすぐ向き合わないといけないから、こう決意がないと出せない曲だと思うんですけども、でまあ、こういった曲をかけるのってやっぱりタイミングとかもあると思って、なんでこのそれでもいいよっていう曲は本当に今の元井さんだから残せた曲なんじゃないかなっていう風にこう感じさせてくれる曲だなと思います。ありがとうございます。その時素直に言ってくれた友達がいなきゃできなかった曲なので、すごく嬉しいです。そしてこの番組の恒例の質問をさせてください。元井さん、リコさんが今後叶えたい夢を教えてください。やっぱりイケてるとかイケてないとか、その人気出るとか気に入ってくれるかとかはちょっと分かんないので、考えれば考えるほど分かんないんですけど、本物か偽物か偽ってるかどうかは自分では分かるはずなので、そこは本物を作れるアーティストでいたいなと、になることが僕の夢です。はい、私はそれこそ自分の舞台の活動もそうですし、あとは、超フリットのような音楽方面の活動もそうですし、あとその他もいろんなジャンルで、まあ、横断的に、活躍できるような、私も本物のアーティストになれたらいいなと、そういうのが夢です。いやー、お二人とも輝いてますよそろそろお別れのお時間となってしまいました。最後にお知らせしておきたいことはありますか？はい、超フリットは、YouTube チャンネルを主に一番動かしているんですけども、その中でどんどんこれからも作品であったりとかいろいろ出していきますので、ぜひチャンネル登録お願いします。でこの後20時30分から新曲、これは元井の名義のキッズっていう曲なんですけども、出しますので、この足で皆さん登録して20時半からぜひ見てください。お願いします。ぜひ皆さん見てください。今後も元井さんとリコさんの活躍を期待しましょう。ということで、今週の夢叶えるフレンズは超フリットの元井さんと大月リコさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ターナー先生の夢叶ラジオ。ここで一曲お届けしましょう。夢かな SD ガールズでセブンティーンドリームス。何ができるだろう SDGs。 ドキドキする、新しい未来へ。黄色い太陽みたいな叶えられる夢はそう無限大。誰にも優しい平和な世界を
お届けしましたのは夢かな SD ガールズでセブンティーンドリームスでした。ターナー先生の夢かなラジオ。朝凪の透明スマスの赤い柄の歌きらめく境界線。ボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団の私ターナーが全国のコミュニティ FM を結んでお送りしているターナー先生の夢かなラジオ、ラストは夢叶える公式 V ライバーの夢のエルルさんが7月にリリースした新曲深海ポケットを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。ターナー先生で検索していろんなのを見つけてください。ボイストレーナーとしても頑張ってますし、夢叶えるがむしゃら応援団としてもすごい頑張っています。そして夢叶テレビがむしゃら応援団シーズン2が夢叶える公式 YouTube で配信されています。この番組では夢叶えるに登録しているバンドやアーティストの特集、ライブイベント、夢叶えるのミュージックビデオコンテストの裏側の模様が見られます。番組 MC は元 AKB48 の松井咲子さんが務めてくれています。こちらはですね、アーティスト活動に興味がある方にも、アーティストさんを支えたいなと思っているサポーターの方にも、皆様に楽しんでいただける内容が盛りだくさんとなっておりますので、ぜひぜひチェックしていただけたらと思います。詳細はぜひ夢叶える公式ホームページや SNS をチェックしてみてください。さあ夢叶えるプロジェクトでは、夢を叶えたい人と夢を応援したい人が集まり、発信し応援し合うプロジェクトです。あなたもぜひ参加してください。この時間のお相手はボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団ターナーと夢叶える事務局の南でした。また来週、さようなら。蚊にだか兎だか知らないけどさ。